こんにちは、本日はですね、トラときどき猫エトセトラ展ということで、なんと京都市動物園にやってきました。初の野外ロケでございます。岡田さんはよくこちらから出ているということで、はい、いいですね。で、特別にですね、今回坂本園長さんにもご登場いただいております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。でですね、こちらの動物園すごく確か古いと思うんですけども、はい、何年にオープンしたんでしょうか？明治36年です。1903年ですね、はい、ですからちょうど4月になると119年になります、はい、なんと来年で120周年という大変歴史の長いところですね、はい、で京都にある動物園ということで、実は京都でいうと有名な日本画家である西村ゴン、この島王国などですね、数々の日本画の先生方が、実際にここで描いてたという記憶もあるんですよね。ね、はい、はい、そんな由緒ある場所で今日はロケということで、楽しみにしております。では早速虎を見に行きましょう。それではですね、トラ社の前にやってきました。こちら、レムが見えますかね。ちょっと遠く行っちゃいましたけど、アムウルトラの葵ちゃんの前に来ております。トラときどき猫展では、たくさんのトラの絵を展示してますが、特に江戸時代の画家が描いたトラの絵を、たくさん展示してますね、岡田さん。日本にはもともとトラは生息していませんでしたので、江戸時代の画家たちは中国朝鮮半島から入ってきた毛皮や絵画を見て想像して描いていたんですね。こんな毛皮ですかね。ですかね、はい。それではですね、今回展示しているこれ丸山応挙の虎図なんですけども、この絵をちょっと坂本園長に見ていただいて、はい、実際の虎とどこが違いますか、ね。はい、一番の違いは何といっても瞳の形ですね。そうですね、はいはい、これは明らかに猫の瞳を描いたもので、はい、虎の光彩の形って実はまん丸で、はい、流らないってことですね。そこが違うところ、はいはい、体つきもどうでしょう。そうですね、ちょっと柔らかくふっくらと描かれていて、そうですね、はい、可愛らしい感じはするんですけども、実物はもうちょっとこう、そうですね、骨格というかその筋肉のつき方が、はい、違うなという印象は受けます。ちょっと葵ちゃんに、私こんなふっくらしてないわよって、はい、怒られちゃいそうな感じの虎ですね。はい、続いてはヨサブソンの蒙古被爆図の虎を坂本園長に見ていただきたいと思います。はい、こちらはどうでしょう。そうですね、光彩の瞳の形が違うのは同じように縦長になっています。それに加えて少し、低くして身構えている雰囲気を描こうとされたのかもしれないけど、それにしてもなんかこうあまり体つきがはっきりしない描かれ方をしているようにも、ね、骨が入ってないみたいですね。やっぱりこれがあれですかね、毛皮を見て描いたことの限界というか、歩いてるところを、ね、見たわけじゃないので、はい、葵ちゃんを見てれば、ね、しっかり描けたのかもしれないですけど、ちょっと爬虫類みたいな感じもしますね。では続いてはですね、明治時代になって描かれた大橋水石の虎の絵を坂本園長に見ていただきたいと思います。こちら、はい、いかがでしょうか。はい、これはまさに虎という感じがします。ちゃんと光彩の形、瞳の形も丸く描かれていますし、非常に全身、手の大きさだとか、あるいは筋肉のつき方とか、もう本当に虎を見て描かれたんだろうなっていうような印象を受けますね。そうですね。特に先ほどの絵まではみんな全部爪が出っ放しだったんです。そうですね、はい、はい、出てました。でもやっぱり歩く時とかは、はい、こうやって爪は引っ込めて歩くので、それも猫と一緒なんですね。そうです。なるほど。で足音をさせないように。あ、なるほどなるほど。だからそこもリアリティが ある描かれ方だと思います。ということはこの絵の虎はまだ獲物に襲いかかる、まだだいぶ手前ぐらい。そうですね、忍び寄ってる段階、忍び寄ってるぐらいですか。ね、なるほど。はい、そこの店長、こちらの虎はですね、はい、なんか水辺にいるみたいなんですけれども、そうですね、虎は水辺にも生息してるんですか。はい、現在虎がいる場所を確認されているのは本当に分布域が広くて、東南アジアの島からですね、はい、ずっと中国の通って、はい、かつてはですね、ロシアの北まで中国にもいましたし、はい、ロシアの北には今その残りが生きています。はい、で多彩な環境に適応しているので、
まあ、とても暑い熱帯雨林もありますし、まあ、ロシアにいるトラたちは大河の海で暮らしているわけですね。そうですよね。寒いところも大丈夫。はい。で、もともと水が嫌いっていうのは猫の仲間で、はい、猫の仲間という家猫で、はい、家で飼ってる猫は嫌いですよね、はい、お水が、はい、家猫はですね、おそらくその中東にいるリビアヤマネコが、はい、元だというふうに考えられています。そうなんですね、はい、で人が作った動物なんですけども、はい、その元はリビアヤマネコで、はい、水がそんなに豊かではない地域なので、それほど水と接する機会がなかったのかもしれないですね。もう遺伝子の中に水を無駄にしてはいけないというのが入ってたということですね。まあ、水を嫌うようになったなるほどなるほど。で一方ですね、まあ、トラもそうですし、はい、東南アジアの山猫たちも、はい、まあ、水の豊富なところで暮らしているの で、ね、暑くなったら水の中に普通に入って量を取りますので、そうなんですか、はい、青いちゃんもやっぱり、はい、アプールありますね、はい、確かにね、はいはい、だから水辺にいても全然不思議ではない。なるほど、はい、じゃあそういった意味でもこれは非常にリアルな絵ということですね。では場所を変えてですね、アムールトラの今度はオフ君の前にやってきました。うろうろしているのが見えますでしょうか。こちらオフ君はですね、3代目のアニマル園長を務めた有名トラでございますね。はい、はい、よくご存じで、はい、とんでもないです、はいはい、ではですね、坂本園長にお伺いしたいんですけども、はいはい、まあ、このトラと、それからまあ今回トラときどき猫って私たちが言って猫と、はいはい、ざっくりってどう違うんでしょうか。そうですね、まあ、分類としては食肉目の猫科っていうところまでは一緒なんです。同じですね、はいはいはい、で属から下が違うんですけれども、トラたちはですね、豹属に分類されていて、豹属、はい、豹と一緒なんですか。そうです。おー、知らなかった。やそのジャガーや、はい、その大型の猫、ライオンもそうなんですけども、肉食の猫かってことですね、はいはい、で彼らはですね、まあ、瞳の形がまん丸、はい、そうですね、はいはいはい、ですから、まあ、明るいところでも、丸がだんだんちっちゃくなっていく感じですね。つまりよく見える、はいはい、で家猫は、はい、まあ、先ほど少しお話ししましたけど、リビアヤマネコが原種とされていて、はい、人が作った動物です、はい、まあ、1万年ぐらいかけて作ってきた動物なんですけれども、はい、まあ、交際の形が細長くて、はい、はい、こうすごいこうなりますよね。そうですね、眩しそうな縦長になりますね、はいはい、で、まあ、うちにいるツシマヤマネコたちも同じで、はい、明るいところでは瞳が丸のまま縮まるんじゃなくて、猫と一緒で縦に細長くなります。で、あとですね、はい、鳴き方が全く違います。なるほど、はい、猫はニャーですね。そうですね、トラはですね、ガオを超えるような形で、そうですね、舌、はい、骨の、舌骨といって、喉、はい、喉と下のところにある骨の形が違っていて、そうなんですか。ニャーって鳴けないんです。あ、もう泣きたくても鳴けない、はいはい、じゃあ、甘える時みたいなどういう声ですか。あのね、トラだと鼻を鳴らすような音を出します。なるほど、っていうような声です。可愛いですね、それと。だけど、まあ、基本的に一人暮らしが好きだっていうところは一緒です。なるほど、あ、なるほど、一人暮らしが好きなんですか。そうですね、トラもそうです。ライオン以外は群れを基本的には作らないので。そうか、そうか、はい、そうですよね。繁殖をしない時期については、はい、まあ、異性であっても、はい、お互いを避けるような性格です。もう知らんぷりで、はい、なるほど。ただ家猫は人が飼うようになって少し、たくさんで飼っているような場合だとか、はい、まあ、その漁村でたくさんの猫たちがいるような状況だと、ね、猫島みたいな、はいはい、社会性が少し生まれているというふうな報告もあります、はいはい、なるほど。家猫だとよく、まあ、1匹2匹で飼ってても、はいはい、それぞれ例えばベッドの隙間に入ってこう静かにしてたりとか、はいはい、ちょっと狭いところが好きっていうのはありますけども、はい、それはトラも同じですか。そうですね、子育てをするときにはやっぱりそういうところで子育てをするので。あ、なるほど、はい、まあ、その配偶相手のオスであったとしても、はい、子供が見つかってしまうと殺される可能性があるので。あ、危ないんですね。だから、なるほど、隠れて生活をするようになります。確か虎のしましまは草むらのしましまとこう分かれてこう見分けがつかないんですよね、はい、虎の目で見ると確か、はい、そうですよね。だし、まあ、そもそも虎って、まあ、工事現場みたいな配色してますけれども、はいはいはい、本当に目立たないのかっていうと、はい、まあ、私たちにとってはちょっと注意をはい、私たちにはそうですね、はい、だけど餌になっている鹿の仲間って、はい、トラもそうなんですけど夜行性なので、はい、まあ、色を感じる細胞っていうのが一種類少ないんです。こんな風に、あ、
きり見えないんですね。そうですね、三原色の世界じゃなくて二原色の世界で生きているので、なるほど、だから彼らの森の中では目立たない。なるほど、こうしましま、なんかこう紛れてる草とか、はい、色合い的にもあまり区別がつけられない。なるほど。じゃあ、あともう一つ、そのトラと猫で違うので、はい、私が最近こう猫にがすごく好きなおやつでチュールっていうのがあるじゃないですか。ああいうのってもし虎にあげたら虎の喜びですか？これが難しいところで、はい、幼い時に何を食べてるかによって懸念なんです。あ、なるほど。だからその、まあ、野生の虎だったら、親が運んでくる獲物を食べて、その味を覚えるんですけれども、まあ、人が飼ってる猫はですね、はい、まあ、幼い時からそういうものを与えていれば、そうですよね、あるいは幼い時に食べたものと同じような匂いがするとか、味がするものであれば好まれると思うんですけども、はい、なるほど、その人工的な餌を実は動物園の虎たちにはあげてないので、もう生のしっかり生のお肉、そうですね、はい、ちょっとさっき白い毛が、ね、飛び散ってましたけど、ね、リアルなお肉を差し上げてると、はいはい、じゃあチュールダメですね、かもしれない。そうです、ね、ただ匂いがその生肉に寄せてあったらたいな食べるかもしれない、ね、なるほど、ちょっとチュール実験は、はい、あの未知と世界ということでございます。あのマタタビが反応する子もいます、はい、あ、反応する子いるんですか、はい、まあ、自分の体匂いをつけようとして体をとっつけたりします、ね、はい、あ、そうですか、ちょっと見てみたいですね、はい、まあ、これも個体差があるので、なるほど、みんながみんなではない、なるほど、ありがとうございます、はい。いや、岡田さん、実物の虎すごかったですね。良かったですね。すごく勉強になりましたね。で、まあ、あの虎時々猫展はですね、まあ、虎と猫だけではなくて、あの干支の動物もいろいろ展示しております。こちらですね、はい、お猿さんですが、サウですと森祖先の、そうですね、まあ、あの本当ネズミとか羊とかいろんな動物の絵を展示しているんですが、こちら京都市動物園にも、ね、実物がいますので、ぜひあの皆さん動物園にも足を運んでいただいて両方比べていただくと楽しいかなと思います。展覧会は4月10日までやっておりますので、また皆さんぜひお越しください。はい、お待ちしてます。Yeah.